絵班塾のニュースタジオへようこそ。絵班デラビーでございます。トランプとクリントンの人間性について、語ろうと思いましたね。もうこのドキュメンタリーみんな知らないでしょうね。実は私のふるさとのすぐ近くに、トランプさんは、世界一ゴルフ場を作ろうぜという約束をしました。一回断られたんですね。これは環境を完全に破壊する。この環境は私は子供の頃よく遊んだ場所なんですね。この驚くべきドキュメンタリーの内容を皆さんにシェアしたいと思う理由は、どれほどこのトランプさんの人間性は最悪最低なのかということを知りたければ、このいくつかの賞をもらったドキュメンタリーで全て暴露されますね。地元の人たちを完璧に無視をするだけじゃなくて、本当にチンピラのようにみんなを追い出そうとする、いろんな政治家を使って、お金を使って根回しをし、俺は世界一のゴルフ場を作ろうぜということで、このアマゾン熱帯雨林に例えられるほどの地球に残されている最高の環境はもう汚染されてしまったし、これは犯罪ですね。でもこのドキュメンタリーを見た時に僕は非常にもう泣きそうになったのは、地元の人たちのその心の素晴らしさというんでしょうかね、世界一の大金持ちに対抗するガッツを持つスコットランド人に惚れましたね。でもこの男は嘘ばかりついて、お金ばっかり使ってみんな追い出そうとして、ずっとそこに住み着いた人たちを無視するだけじゃなくて、もう逮捕させるぐらいの権力を使ってるこの男は、次の世界の一番パワフルな男になり得るという時代になってしまったということに疑問を持ってほしいと思って、彼だけではなくて、実はクリントンに同じぐらいのひどい話がある。でこれは決して人の悪口ではない、これは真実なんですよ。知ってほしいね。ぜひ絵班塾でその真相を聞きにいらしてください。あなたはトランプに乗っ取られた。